はい、今回も始まりました教えてツッツ先生。私ピアノ講師のツッツと申します。この配信では皆さんに気軽に楽しく音楽を学んでいただきたいと思いまして配信しておりますので、最後までお付き合いくださいませ。本日はですね、音程です。前回のね動画見ていただきましたら、半音全をやりましたね。あれを理解した上でぜひともこちらの動画見ていただきたいので、概要欄にね前回の動画貼っ付けておりますので、ぜひともそちら見てからこれ見てくださいね。それでは始めましょう。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、音程、英語で言うとねインターバルなんですけれども、まあ皆さんね、例えばカラオケとか人前で歌った時にね、音程ちょっと悪くないとかって何気に言ったり聞いたりすると思うんですが、実際のところ音程で何やねんって思ってる方いっぱいいてはると思いますので、ズバリ言っちゃいます。音と音の距離、音程とは音と音の距離のことを音程と言います。まあこれを説明してもね、何のこっちゃか分かんない方いっぱいいてはると思いますので、まあこのドレミファソラシド波長長でちょっと説明してみましょう。こうですね、波長長、ドレミファソラシドでね、ドレミファソラシドの音程ってドから数えると完全1度、超2度、超3度、完全4度、完全5度、そして超6度、超7度、そして完全8度のドレミファソラシド音階でなっております。ドから数えて、で今僕ちょっと難しいこと言ったね。完全超なんじゃいそれ、しかも P とか M とかで書いてある、意味わかんねって思ってはる方いっぱいいてはると思いますので説明したいと思います。ですね、音程ってまあいっぱいあるんですよ。ここに書いてある以外にもあるんですけど、とりあえず今日は完全音程と超短の音程の説明したいと思います。これを理解しないとその次いけないよ、いけない。まずね、ドレミファソラシドで言うと、まず完全一度、これね P1 って書いてますけど、皆さん何の略か分かります？ P 完全一度、 P の1、 Once って書いてますけど、正解、パーフェクトの P です。完全パーフェクト言うでしょ英語で、完全一度 P-Once いきます。でね、次完全音程が出てくるのはヨド、完全ヨドですね、パーフェクトフォースで、完全5度、完全5度ね、パーフェクトフィフスで、完全8度ですね。で完全1度は僕らユニゾーンとか言いますね。ユニゾーン聞いたことある？ユニゾーンってね、なんか物事があって2人で同じこと言うたらなんかユニゾーンってないみたいなこと言うけどね、ユニゾーンです。だからドー僕が弾くでしょ、で隣のギタリストがドーって言ったらそれユニゾンです、完全に同じ。あと完全8度はオクターブって言います。オクターブ、このドーの1個上のド、次のド、これ完全8度なんですが、これオクターブって言いますね。オクターブ、ここまで大丈夫だね。オクターブは割と聞くことあるよね。でね、これね、完全音程は1458なんですけど、パッて思い浮かばない方は、キツネさんしてください。キツネさん。キツネさん。で、完全音程はキツネさんの耳の部分が完全です。1458。1458。あれ？ C メジャースケールの完全音程ってどこやったっけって思ったら、キツネさんやって、1458してもらったらすぐ思い出せる、超簡単、1458ね、これが完全音程ですね。で残り2367を超短音程に分けます。超2度ですね、ドトレは超2度、これ超2度です。超は大文字の M で表します。メジャーセカンド。じゃあ続いて超3度、大文字の M 書いて3ね、これが超3度ですね。超6度、ドーラーね、これ超6度って言います。
で、あと、超7度ですね。メジャー7、ドシ。OK ですか？ドレが超2度ね。超2度。超3度、ドミ。で、ドラ、超6度。で、ドシ、超7です。OK ですか？でね、僕ね、完全音程と長短音程に分かれます、その説明今日しますって言うたと思うんですけど、お前単出てきてへんやんけって思われた方、安心してください。長音程覚えたら単音程楽勝。僕ね、最初に言いましたね、音程とは音と音の距離であると。でね、これちょっと超3度メジャーサードで説明しますね。ドとミあるでしょ、ドとミ、この超音程がフラットついたら半音、ミのミにフラットついたら半音下がるじゃないですか。距離短くなってるでしょ、超音程より。まあ、鍵盤の人はね、思い浮かべていただいたらフラットって半音下がりますね。ドとミのミにフラットついたらドとミの距離って狭くなりますよね、超音程に比べて。この状態がドミのフラットがマイナーサードです。ちなみにこれ、あのマイナーコードのサードですね。ちょっと暗くなります音程が。そう、C メジャースケールで言うと発見が全てメジャーと完全音程でできてます、ドレミファソラシドが。で、ここに単音程出てこないんですけど、あのね、超音程と単音程を別個で覚えるのって僕ナンセンスやと思うんですよ。覚えにくい、無理無理、だって倍の労力かかるもん。なのでまずね、超音程をバシッと覚えちゃう。 OK、 まず超音程を覚えた上で超音程が半音近くなったらマイナーやと思ってください。単音程やと、音程は音と音の距離です。だから基本の超音程をまず覚えちゃって、その距離が少しでも短くなったら単音程やと思ったらめちゃめちゃ簡単でしょ。覚えるのって超音程だけでいいじゃないですか。その距離が短くなったら単音程でね。もう一個言います。じゃあドにシャープついたらどないなんねんと。今ドミ、これ超3度でしょ。でミがフラットになりますよね、ドミのフラット、これ単音程ですね。逆にね、ミはそのままでドのシャープ、シャープって半音上がるんですよ。なのでドのシャープミになった場合、これもドミが超音程やと思ってたら、分かってたら半音上がったらドのシャープからミって距離短くなってるでしょ、ドミより。なのでこれも単3度なんです。超分かりやすい、なんて分かりやすい説明だ。はい、本日の教えてツッツ先生は音程編でした。皆さんどうでしょう。前回のね、半音全音に引き続き音程のこの部分分かってないと、このね、例えば和音和声とかの話になった時にね、非常にこんがらがります。なので、まあ、少なくとも超単音程完全音程はぜひとも覚えておいてください。それでは、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。教えてツッツ先生でした。またねー。